仕組みを理解し、人の生活を豊かにする技術の創造へ。仕組みを理解する。まだ誰も知らない現象を探求する。半導体や原子構造の解析を専門とする先生にお話を聞いてみましょう。半導体の部品をですね、専門に研究をしてまして、スマートフォンなどによく使われているような部品が多いんですけども、いかに効率よく電気を流すかだとか、まあ、そういった新しい機能を作るといったものを、まあ、中心にですね、研究を進めています。実際に目に見えない場合がどうしても多いんですね。この分野においての仕組みというものは、その物質の中で構成されている原子並びに電子のですね、動き方を理解するというのが、まあ、仕組みを理解するということになろうかと思います。研究のやりがいを教えてください。研究を進めていくにあたってですね、未知の現象に出くわすということがしばしばあります。ルールが、まあ、成り立たない領域というのが見受けられます。自分で、まあ、もう考えながらですね、想像しながらこういったことが起こってるんじゃないかということを、まあ、推論を立てて確かめるような実験なんていうのをよくやります。推論した結果がですね、実際の、まあ、実験結果に対応しているということが分かった時にですね、まあ、非常にですね、楽しく、まあ、やりがいを感じると。研究内容について教えてください。半導体の素子を作っています。大きな装置を使って半導体のものすごく小さい細かいものを作って、そしてその実際作れたものが顕微鏡なんかで見て、細かい線がたくさんきれいに並んでいるようなものを自分が作ったっていう実感があるのがすごく楽しいところです。ものすごく薄い膜を使ってもっともっと高品質な電子部品を作ったり、電子部品の開発に携わることが私個人の夢になります。人の生活を豊かにする。人の不安や関心を考慮して対応するシステムを作り出す研究もあります。先生にお話を聞いてみましょう。英語学習といった文脈において CG ながらリアルな人間と見まがう姿を持つバーチャルヒューマン技術の導入に今挑戦しているところであります。どういった会話戦略を用いると学習者が安心して会話に取り組めるのか、どういった表情をしたら不安が軽減されて取り組めるのか、そっちの方にフォーカスをして研究に取り組んでいる。人間と人工知能を備えるシステムとのインタラクションの機会というのがますます増えていく中で、計算機側が人間の感情とか内面的なところを考慮して歩み寄ってくるような仕組み、エモーショナルインテリジェンスを備えたコンピューターシステム実現、そういった仕組みの社会普及というのが本研究の狙っているところになります。私はアフリカのベナン共和国といった国出身で、日本で国際的で最先端な研究をする姿を今後も発信していくことこそが将来的に私の国ベナンの発展にもつながる。今後とも研究に一生懸命励んでいきたい。研究内容について教えてください。私は親しみやすいロボットっていうのをテーマに研究をしています。人とロボットで何が違うのかなって考えた時に、距離感徐々に縮めていったりとか、もしくはその相手の反応を見てあえて遠くしたりとか、間違ってることっていうのもすごく多々あるんですけども、いろんな人と議論を通して自分のその研究がどんどん進んでいくっていうその実感がすごく楽しくて、卒業論文の時に研究を完成させた時はすごい達成感がありました。友達のような感覚で一緒に生活であったりその会話を行えるロボット、まあいわばドラえもんのようなロボットを世に送り出す存在になりたいと考えています。技術を創造する。 Google、Meta が最先端の研究を進めるネットワークの世界で、まだ誰も知らない課題を見つけ解決する。具体的にどんなことを行うのでしょうか。 YouTube とか Netflix で画像ダウンロードして日常的にご覧になっていると思うんですけど、その裏ではいろんな技術が使われていて快適に使える。ネットワークって中身が見えない、ビットが流れている様子も目に見えない、こういったことを自分の頭の中で考えていって研究全体をマネージして作っていける、自由な発想で作っていける、そういったところに、まあ、ネットワーク研究の、面白さを感じてます。ネットワークは人と人をつなぐためにあるもので、一番のネットワークの強みっていうのはたくさんの人を収容してたくさんの人と通信できる。
いいところもあれば悪いところもある、これをうまくこう折り合いをつけて、この辺をこう自分で考えていくっていうのが重要かなと思ってますね。研究内容について教えてください。ユーザー間の公平性に注目しまして、それを改善する手法っていうのを、まあ、日々研究してはいますね。研究っていうのはやっぱり個人プレーじゃなくてチームプレーなんですよ。で、まあ、日々いろんなその他の研究室の学生とディスカッションしながら、連携しながら、でアイディア共有しながら研究をどんどん発展させていける、現在の既存のネットワークっていうものを、まあ、新しいものに作り変えたネットワークっていうのを、まあ、実際の現場で、まあ、実装までできるような現場で活躍できたらなと思ってます。仕組みを理解し、人の生活を豊かにする技術の創造へ。あなたも関西大学システム理工学部電気電子情報工学科で学び、夢に向かって挑戦しませんか？次回の東進 TV もお楽しみに。